ちは。お茶の水の皆さんに、私はあなたと共にいると言われるイエスの愛をお届けいたします。主と私で歩いてきたこの道、足跡は塾でお勉強するとともに、今日聖書のお勉強もしていただけたらどうかな。聖書は私たちを作った神様、あなたを愛している神の言葉です。私たちにとって神を知らないとしたら、自分の生みの親を知らない以上に寂しく悲しいことです。神との関係が切れた状態を罪と言います。人はその罪の結果死に、そして罪の結果人は神から永遠に離れた地獄という場所に行ってしまう。神はそんなところに行ってほしくない。あなたを愛しているので、あなたを取り戻し、あなたを呼び求め、2024年前、神の一人子イエス・キリストがこの地上に生まれ、そしてあなたを呼んでいる。今日私のもとへ来なさい。ここにいるあなたをおぶって歩いてきたのだ。あなたは何も恐れなくてよい。私が共にいるから、私が共にいるから。お茶の水の皆さん、こんばんは。本日17時からストリートライブ、また街頭演説をしておりますが、一時的に雨が強く降ったので、もう今日は終わりにしようかな、場所を移動しようかな、いろいろこう考えてたところで、また仲間たちが集まってきて、そして雨が止んで続けて活動ができる。あなたを愛し、あなたを作られた一人子イエス・キリストをあなたにご紹介するために、今日ストリートライブとまた街頭演説をさせていただいております。永遠の神の愛は我らの出会いの中で君の存在が私にはどれほど大きいな喜びでしょう。イエス・キリストはあなたを愛しています。君は愛されるため生まれた。タジャハをイエス愛に
皆さんをイエスキリストは愛しています。君は愛されるため生まれた、今もその愛受けている。タジャハオ、イエス愛にシャンシエス。お元気ですか？妊娠クーラーお嬢開通知シャンシエス。キリストがあなたを愛しています。ぜひキリストの愛してください。シェシェザイチェン。永遠の神の愛は我らの出会いの中で身を結ぶ。君の存在が私にはどれほど大きいな喜びでしょう。イエス様あなたを愛してます。君は愛されるため生まれた、今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた、今もその愛受けている。あなたは愛されている。旧約聖書のイザヤ書43章、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。 You are very important person in God's eye。 神の目、創造者クリエイターである神の目から見たあなたは最高に素晴らしい。あなたが自分をどう思おうと、人があなたをどう評価しようと、神はあなたを愛しています。 Hello everyone。 Jesus loves you。 God bless you。 誰が何と言おうと、神はあなたを愛してる。なぜならあなたを作り、あなたを愛してるから。神がなぜ私たち人間を作られたか分かりますか？神が私たち人間を作られたのは神の愛の対象なのです。単なる自己満足のペット相手の愛ではない。人と人が愛し合うように神はあなたを作り、あなたを愛している。しかしあなたがもし神の愛を今日このように聞いても、神の愛に耳をそらし神から離れたままで生きているなら、神様はあなたを心を引き裂かれるほど痛み、そしてあなたも神が与えようとしている愛と喜びを受けることができない。もったいないです。神あなたを愛してます。ハローエブリバン。 Believe in Jesus。 Jesus loves you。 タジャハオ、ウォジャオカイツチシャンシエス。イエス愛に、ヨロブアニョンセヨ。チョヌンカンノノケモクサミダ。イエスミルセヨ。イエスニンタンシヌサラミダ。お茶飲みの皆さん、かつて上様に献帝するためのお茶の水がこの近くで湧いた。それがこのお茶の水駅の由来だそうです。かつて上様に献帝する、上様を喜ばせるお茶の水が湧いたように、今日もしあなたが、あなたを作られた神であるイエス・キリストと出会うならば、あなたの心からそのお茶以上の永遠の命の水が湧き上がります。お茶の皆さん、あなたは愛されています。つまずいても倒れても、叩かれても離れられない、あなたは
十字架が誇り、どこまでもついてゆくキリスト命。神、あなたを愛しています。主に向かって新しい歌を歌おう、喜びの声を上げよう。主は我らの勝利、我らの主に向かって新しい歌を歌おう、喜びの声を上げよう。主は頼れるお方、イエスは主、この賛美持って褒め称えよう。イエスは王、イエス、イエスは王、イエス、この賛美持って褒め称えよう。お茶飲みの皆さん、こんばんは。一日お疲れ様でした。本日は4月1日、エイプリルフールなんて言いますけれど、エイプリルフールというのはそのような嘘に騙される人のことを言うそうですが、実際エイプリルフールは午前中でおしまい、もうね午後になったらダメですよ。しかもね、エイプリルフールだからっつってね、嘘ついたところでもうそれでね得意になったってしょうがないじゃないですか。嘘ついてやっぱりね、人を傷つけがっかりさせてしまうことがある。だから今日ね、私はね嘘ではなくて本当の話をしたいんですね。ザ・バイブル、聖書は語ります、神について。神は一人子イエス・キリストをこの地上に送られた。私は道であり真理であり命である。皆さん、天国へ行く道、それがイエス・キリストだ。私たちの人生は必ず死ぬ日が来る。いつの日かこの地上を去る日が来る。いつまでもいたいけれどね、いつまでも生きていられる人はいない。明治大正に生まれた方々がね、もうほとんどこの地上にはいませんよね。もちろん120歳まで生きて長生きする方もいらっしゃいますけれど、つまり人は必ず死ぬ。人は弱い。人は弱さゆえに神が必要だ。神なしに生きていくことができない。だから私たち、神なしに、神を知らず神に背を向けて生きている私たちに、神の側から手を差し伸べられた。皆さん、それがイエス・キリストのこの地上の誕生、クリスマスです。そして一昨日日曜日はイースター復活祭。キリストは私たちを救うために十字架で死に、墓に葬られ、3日目によみがえり、私たちを救われる。私はよみがえりであり命である。私を信じる者は死んでも生きる。あなたはこれを信じるか？神はあなたに呼びかけています。エイプリルフール、この4月1日に嘘を話すよりも本当の話、マジな話、半端なくすごい話、グッドニュースをあなたにお届けいたします。神の一人子イエス・キリストがあなたを救う、死から救う、全ての問題から救う、罪から救う。今日たまたま通りかかってイエス・キリストの話を聞かれた皆様に、永遠の命がある、信じるだけで救われる、この聖書のメッセージをあなたに繰り返してお届けしたいと思います。神はあなたを愛しています。永遠の神の愛は我らの出会いの中で身を結ぶ。君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。君
は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている今もその愛受けている。はい、わかりました。ありがとうございます。イエス・キリストはあなたを愛しています。人となって来られた神イエス・キリスト、この方があなたに愛してるよ、そう語っておられます。永遠の神の愛は我らの出会いの中で身を結ぶ。君の存在が私にはどれほど大きいな喜びでしょう。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。イエス・キリストはあなたを愛しています。本日4月1日、もう春らしい天気ですよね。まあ、つまり季節の変わり目で雨が降ったり風が吹いたり、もう今日一日暖かい日だなと思ってたらね、だんだん寒くなり雨が降り、そしてまた雨が止む。男心と春の空とは言わないんだけどね、女心と秋の空、男心と秋の空、まあ、つまり人の心というのは変わりやすい季節のように、一日で何度も季節がコロコロと変わる。風が吹き雨が降り、そしてまた雨が止み。今日の春もそんな感じですよね。私たちの心と似ているかもしれません。人の心はコロコロ変わる、コロ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 変わるで心かもしれません。ビー玉が転がるとね、コロコロ転がり、叩きつけられ割れてしまうことがあるように、私たちのガラスの心は今日大丈夫でしょうか。神はあなたに、あなたを愛してるよ、そう語られ、傷ついたあなたの心を癒し、あなたに神の愛で治療し、イエス・キリストはかつて良きサマリア人、グッドサマリタンというお話をされました。キリストが語られた良きサマリア人、エルサレムから下っていく人が、なんと強盗に襲われ血みどろになって倒れてしまった。人を助けるべきはずの宗教家が倒れた人を見殺しにした。でもそんな時、見殺しにした二人の宗教家の後に来たサマリア人、当時嫌われ者だったサマリア人が、その倒れた人を助けた。今日傷つき苦しみ悲しみ寂しく生きているこの春の空のように、季節が変わるように私たちの心も揺れ動きやすい、そんな私たちを支え、私たちを癒し助けてくれる、そんな方が一体どこにいるでしょうか。私たちを助けてくれる方がどこにいるんでしょう。聖書はイエス・キリストが良きサマリア人であり、あなたを助けるとそう言われます。
今日もし心寂しく、またあなたの心が救いを助けを求めているなら、キリストが答えです。イエスキリストのもとへ行きませんか。その第一歩を踏み出していただくためにティッシュやまたカードをお配りしています。こんにちは、イエスキリストはあなたを愛しています。全ての苦しみを背負って死なれました。イエスキリストを信じて受け入れるならば、全ての苦しみから救われ、死から救われ、永遠の命を得ることができます。神の一人子イエスキリスト、このお方があなたの救い主です。お茶の水の駅の前、イエスはここにおられる。お茶の水のあなたに声をかけられる。愛を求めていた、裏切られて
僕ちゃん、よかったらもらってください。神の一人はイエス・キリストの愛をあなたにお知らせしています。本日のストリートライブ街頭演説を通してキリストの愛をぜひ知っていただけたら嬉しいです。あなたは愛されています。イエス・キリストはあなたの救い主、人となって来られた神イエス・キリストはあなたを救います。イエス・キリストはあなたを愛しています。タージャハーイエス・アイニーハロー・エブリワンジーザス・ラブセン永遠の神の愛は我らの出会いの中で身を結ぶ君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。お茶の間の皆さん、こんばんは。お仕事や学校の勉強お疲れ様でした。皆さんにイエス・キリストの愛をお伝えします。ちょっとお耳をお貸しください。クリスマスに誕生されたイエス・キリスト、この救い主が33歳で十字架にかかり、十字架で死に、3日目に復活した。皆さん、このキリストが私たちの希望です。私たちを救う、誰でもイエス・キリストを信じる人は天国に行くことができる。ぜひ、ハローエブリワン、ジーザス・ラブス・ユー、ガッブレス・ユー、神の祝福をあなたにお届けしたいと思います。驚くばかりの恵みなりき、この イエス・キリストはあなたを愛しています。恵みは我が身の恐れを消し負かする心を起こさせ、私の罪とがあなたは自由に限りのない愛あふれる恵みよ、お茶の海の皆さん、こんばんは。ハローエブリワン、ジーザスラブスユー、イエスキリストはあなたを愛しています。タージャンハオ、イエスアイニー。永遠の神の愛は我らの出会いの中で身を結ぶ
君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。イエス様、あなたを愛してます。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。お茶の皆さん、イエス・キリストはあなたを愛しています。Jesus loves you. マハルカニ Jesus. イエスステアーマ。イエススルビットテミア。イエスに単身のセラミラ。イエス愛に。Jesus loves you. イエス愛に。よろぶあにあせよ。イエスに対してのサラミだ。ハローエブリバン、ジーザスラブスユ。皆さん、こんばんは。イエスキリストはあなたを愛しています。ガッブレスユ、ジーザスラブスユ。イエス様、あなたを愛しています。朝ごとに来る新しい元気ですか？イエス様があなたを愛しています。ジーザス、あなたを愛しています。ジーザスがあなたを愛しています。永遠の神の愛は我らの出会いの中で身を結ぶ。君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。お茶の実の皆さん、イエス様があなたを愛しています。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。お茶の実の皆さん、こんばんは。お帰りなさい。お疲れ様です。イエス様があなたを愛しています。その第一歩、あなたに踏み出していただきたいティッシュを、カードをお配りしています。よかったら受け取ってください。空に
イエスキリストはあなたを愛してます。マハルカニジーザス、イエスステアーマ、イエスス、ルビトテビアン、イエス愛に、イエスに立ちぬサラミラ、イエス様があなたを愛しています。永遠の神の愛は我らの出会いの中で身を結ぶ、君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。イエス様があなたを愛してます。君は愛されるため生まれた、今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた。
聖書が語るメッセージを今日最後にあなたにお送りします。聖書は初めに神が天と地を作られた、そしてこの宇宙と地球を作った後、神は私たち人間を作られた。具体的にはアダムとイブという人を作られました。そのアダムとイブは神に愛されていながら神を捨ててしまいました。愛してくれる神を捨てて、愛さない人を死に至らせる悪魔にして従ってしまったのです。皆さん、私たちの人生は悪魔に苦しめられていないでしょうか。悪魔は盗み殺し滅ぼす、私たちをそのような死に至らせる滅ぼす存在です。今日でも神が、悪魔がどんなに強くても神ははるかに強い。神は勝利者だ。私たちを苦しめる死と悪魔、罪に打ち勝った。どうやって打ち勝ったか、イエス・キリストが十字架で死に復活することによって、キリストは私たちを苦しめる、私たちを滅ぼそうとする悪魔に打ち勝たれたのです。皆さん、昨日はイースター復活祭でした。イエス・キリストはよみがえって今も生きています。生ける水は溢れない、乾かないお茶の水液のあなたに、神は永遠の命を与えられる。お茶の皆さん、最後に訴えます。イエス・キリストはあなたのために十字架で死なれ復活されました。もしあなたがイエス・キリストを信じるなら救われます。イエス・キリストを信じたら救われます。イエス・キリストを信じたら救われます。誰であっても、あなたがどんな過去があっても、キリストはあなたを愛しています。そして呼んでいます。今日キリストのもとに帰ってきませんか。キリストはあなたのために全部救いを完成してくれた。あとはプレゼントとして受け取るだけであなたも救われます。一緒に天国へ行きましょう。一緒に天国に行きましょう。イエス・キリストを信じて、あなたは必ず救われる。イエス・キリストを信じるならば、だから心からお勧めします。イエス・キリストを信じて救いを受けてください。君お茶の皆さん、イエス様信じたら救われます。この言葉を持って本日の街頭活動を終了します。もう一度だけ言わせてください。イエス様を信じてください。救われます。心から皆さんにこのメッセージをお勧めして、本日の街頭活動を終了いたします。ありがとうございます。本日の活動これをもちまして終了します。皆さん一回集まっていただいて、お祈りをして終了したいと思います。お疲れ様でした。